いや、こんばんは、イモです。日曜日の夜、いかがお過ごしですか？昨日ね、引っ越しね、無事終わって、いや、ほっとしましたよ、うん、なんかね、もう昨日、どっと疲れちゃって8時ぐらいに寝ちゃったっすね昨日、結局ね、ライブね、やんなかったっすけど、すいませんね、まあ、予告通りっちゃ予告通りなんですけど、はい。で、まあ、今日は何かっていうと、あれですよ、今回ね、引っ越しにあたってさ、断捨離いろいろしてね、あの余計なもんみんな捨てたんですけど、このね、ラジコンだけはどうしても捨てられなくて、なんでかって、これやっぱほら、トレーラーってなんか普通じゃないじゃないです、じゃないじゃないじゃないですか。でね、やっぱこう動きを理解しなきゃならんと思って、まず真っ先にね、あのヤホーオークションでね、こうポチってしてね、買ったのがこれなんですよ。まあラジコンなんですけどね、トレーラーので、まあ結果ね、言うとね、あんまり練習にはならなかったんだけど、まあまあイメージつかむにはちょうどよかったかなみたいなね。これなんぼだっけな、新品です、1万円ぐらいなんだけど、これ箱が潰れてるジャンク品みたいなやつで7000円ぐらいだったかな、だったんですけどね。これね、見て、これハンドルがね、ほら、これしか切れないんですよ。そうだからね、でしかも床とか滑るからね、しかもね、これね、見て、これ無駄にでかくて超邪魔なんですよね。だからね、今回ね、断捨離の候補に真っ先に入れたんだけどね、なんか捨てらんなくてな、ごめんな、一回捨てようとしてな、ごめんな。なんでこれ、お腹向けると猫みたいで可愛くねって。にゃーん、ゴロ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 にゃーんって感じね。うん。まあ、これはね、あ、なんかゴムがついてる。まあ、何かご縁があるんでしょう。これ取ってきますよ。でね、あれですよ、次の週末ね、ライブやるんで、今度は約束します、間違いないです、はい。あ、ちなみに今日ね、あの歯医者さんから電話来て、あのプルルルって電話来て、俺今日予定入れちゃってて、うん、まあそれはどうでもいいやまあそういうわけで、まあちょっとね、明日もね、また早いんでね、ちょっと今日は早く寝ます、はい。まあ、お詫びなんだかなんだかよく分かんないけど、とりあえず昨日ライブやらなかったんで、次の土曜日やりますっていう、まあ、予告動画みたいなもんですね、はい。全然なんか何の取り留めもない話ですみませんまた会いましょう、ごきげんよう。あ、また哲夫さんのパクっちゃったすいませんね、いいもでした。どうもありがとうございます。